久しぶりにキャンプに行ってきました。冬のキャンプとっても楽しみにしていたんですけど、なかなか機会に恵まれず、デイキャンプという形でできそうな場所を見つけたので、自転車を一生懸命漕いで荷物をたくさん持って行ってきました。ということで今日はノンアルコールのビールです。飲むつもりはなかったんですけど、自転車いっぱい漕いだら飲みたくなってしまって、途中のコンビニで買ってきましたが、横着して泡だらけになってしまいましたが、ノンアルコールビールすごく美味しくなりましたね。はい、そしてもう火起こしです。久しぶりに火起こししてみたんですけど、思いのほか上手について、無事に焚き火を開始することができました。この日は15度ぐらいまで上がったので、あまり冬キャンプっていう感じもしなかったんですけど、やっぱり風が冷たいので焚き火で温まることができて、やっぱりキャンプいいわーと思いながら一人でぼーっと焚き火をしていました。しばらく落ち着いたらお米の炊く準備をしたり、あとは焼きリンゴを作ってきたんですよ。お家で芯抜いてグラニュー糖とバターを入れて切ってきたものをホイルに包んで焚き火に放り込んであります。なんだかんだテント張らないとこうと思ったんですけど、ゆっくりしたかったので急遽張りました。ご飯は焚き火で炊いてみたんですけど、ちょっとだけ失敗しましたね。ブランクかな、焦げてしまって。でも火の通りがいまいちで、やっぱり焚き火での直火での炊飯は難しいけど、これがキャンプの醍醐味だなと思って懐かしく感じておりました。はい、そしてご飯が炊けてない、炊けたらひっくり返してちょっと置いておきました。そしてこの小さいテーブルが風よけにもなるので組み替えをしています。風よけにもなるけど、そうすると今度テーブルがなくなってしまうので、おとなしくウィンドスクリーンを買おうかなとこの日決意しました。ちょっとだけ風があったので、これで風よけを作って、今回はあれです、アルコールストーブを持ってきたので、これを火にして調理をしたいと思います。アルコールどのくらい使うかわからなかったので、ちょっと多めに入れて火をつけました。昼間だとあんまり火がわからないので慎重にやって、水を入れてプチッと鍋、塩ちゃんこ鍋味を投入。これのレシピで親子丼のレシピが載っていたので、卵と玉ねぎと家にあったものを持っていって簡単な親子丼を作ることにしました。少し風向きを調整して、あ、まだ火つけてなかったのか、火をつけます。風があるとやっぱりちょっと難しいですね。火が見えないんですけど、こうやって手で暖かくなっているかを確認します。だいぶクッカーが汚れてきてしまったので、この後家に帰ってたわしで一生懸命やったんですけど、みるみる逆にひどい状況になってしまいました。はい、見えにくいですが炎が出てきたので、火が安定したらお鍋を乗せます。親子丼とか逆に家では作らないんですけど、外で食べるとすごく一段と美味しかったです。ここはゴミを捨てる場所と洗い場がないので、調理は全部カットなどはしてきました。玉ねぎと、あとは卵、よく考えたら割るような入れ物がなかったので、無理やりあの殻の中でちょっとだけ混ぜて投入しました。これもキャンプの醍醐味ということで、手がすごく汚れましたが、よしとしてます。で、卵を溶かしたら、しばらく経って、あとはサラダチキンをカットしてきたので、後から入れて完成です。ご飯も少ししたら、ちょっとひっくり返して、開けてみたんですけど、さっきも言った通り、ちょっと失敗しましたね。でも美味しかったです。もう完成してますけど、あとは持ってきたネギを乗せて、ちょっと色味が分かりにくいですが、とっても美味しかったです。はい、これがデザートの
さっき言ってた焼きリンゴめちゃくちゃ美味しかったけどボリューミーだったのでソロキャンじゃなければと思いながらお腹いっぱい食べました。やっぱり冬キャンはあったかい食べ物に限りますね。今日はコーヒーは持ってきていなくてあったかい紅茶を持ってきました。お湯も沸かす手間を省きたかったので魔法瓶に熱々のお湯を持ってきて紅茶とリンゴでデザートにして帰りました。滞在時間4時間ぐらいでしたが久しぶりのキャンプそして冬のデイキャンプめちゃくちゃ楽しかったです。お腹いっぱい食べたので遠回りしてたくさんたくさん自転車を漕いで帰りました。今日もご視聴ありがとうございました。